すらに能量を拡張し続けています。こちらは霊夢視点でございます。こちらはネザーに行くとなって矢を集めているマリサ視点だぜ。あ、ヨウムもここにいるよ。なんかこうなるんだったら早くトラップとか作りたいなこれ。スケルトントラップってこと？そういうことだ、経験値もそこで手に入るしな。エンチャントテーブルも作ってもいいかもしれないわね。そうだな、それこそこの前の村に本がなかったのがちょっと痛手ではある。コメントとか見てみた感じ、単純に本がなかった村だったらしいからね。つまり私たちの運が良くなかったってことだな。私は多分運が良い方だと思うから二人のどっちかのせいだと思うわよ。私も運が良い方だからマリサだと思うよ。なんでお前らは自分が運が良いと言い切れるんだよ。え？だって私銀のエンゼル当てたことあるけど。私もきなこ棒を5回くらい連続で当てたことあるけど。なんだよその絶妙にいいのか悪いのかわからない根拠。ってことでマリサ本棚を作ってくるわ宿題で。この実況で宿題とか課せられるのかよ。そんなわけで、いろいろ準備ができたので早速ネザーに行きたいと思います。思いっきりカットされた。あれだけ洞窟探検パートを引き伸ばした実況者とは思えない。ちなみにマリサとヨウムは弓を今回持ってきたのよね。そうだな、だからガストとかは私たちに任せてくれ。ちなみに私の弓は無限のエンチャントがついているから撃ち放題。よし、ヨウム、まずは手始めにあの行商人を狙うんだ。お前らやっていることサイコパスで草。しかも全然行商人に当たってなくて草。当たらない？アルパカを盾にしてきている。なん？動物を盾にするとはなんて極悪非道な。お前らのやっていることの方がよっぽど極悪非道だぞ。はい、じゃあネザー行きましょうか。切り替えだけは早いなお前。ちゃんと火打ち石は持ってきた。舐めてもらっちゃ困るよ。ちゃんと持ってきてるんだよね。おーおー。ネザーアプデがあってから初めてなんだよね。その辺の要素に注目しつつ探索したいな。はい、行商人のアルパカ連れてきておいたよ。そいつがネザーの門番か。まあ行商人の盾も担っていたし根性あるでしょ。確かに防御力は高そうだな。じゃあここでトークしていてもあれなんで早速行っちゃいましょうか。よし、絶対に生還するぞ。ちなみにネザーの目的は？まあアプデ前のネザー要素だけ考えるのであれば、ネザー要塞の攻略は目安としてあると思うけど。っていうかネザー要塞ってまだあるのかな。アプデで消えたりする系。なんかでアプデされたネザー見たけど大幅に変わっていたからね。建造物とか一新されているのかな。痛い、なんだこれ。うお、至る所にマグマブロックが埋め込まれているな。しかもネザーゲートを出たところにあるなんて、なかなかいやらしい位置だね。エロいなぁ。うん？この実況らしからぬワードが出てきたけどあえてそこはスルーするね。唐突に何言い出すんだよ。いや、ヨウムがいやらしいとかなんとか言うから相応のリアクションをしただけだけど。この場合のいやらしいはエロとかじゃないだろ。あ、っていうか皆さんチャンネル登録3万人ありがとうございます。どのタイミングで感謝を伝えているんだよ。これからも動画投稿頑張るので応援してくださいとウプ主は言ってました。以上、ウプ主の代弁者の霊夢からのお知らせでした。代弁者なんて重要な役割を担っていたんだね。鼻クソ役のマリサとはわけが違うんだよ。鼻クソ役ってなんだよ。汚いマリサ。役職名が汚いのであって私は汚くない。言い訳をつ。言い訳じゃないから、事実だから。っていうかさっきからこの辺危なくない？マグマブロックに紛れて普通のマグマもある。色合い似ているからな。これ油断したら誰か事故るかもしれないぞ。こんがり焼けちゃうかもしれない。誰かがマグマに落ちた場合はモンハンの肉を焼く曲を流します。そんなもん流す余裕があるなら助けてくれよ。まあ著作権とか色々怖いんで流さないんですけどね。そういう判断は正常なんだね。これ出たところ外れっぽいね。空洞ところみたいな場所に出てしまったんだよな。これはひょっとしたら掘る必要があるかもしれない。ところどころダメージが食らっている音が聞こえるけど大丈夫？まあマグマブロックのダメージは大したことないから大丈夫だぜ。ってなわけで当たりが全くと言っていいほど何もなかったので、無理やり開けた場所に繋げる大作戦をします。まあ掘っていればどこかに繋がりそうだな。って言っていたら繋がりましたね。おお、今度こそ地上みたいな場所かな。とりあえず周囲を警戒して。ああ、ガストの声が聞こえたー。何も敵がいないかなーって思ってたら普通にガストが来たね。危なかったな、霊夢がちょうど出たタイミングであいつ攻撃してきたぞ。ネザーの洗礼を受けた。ガストやばんすぎるぜ。あ、いるじゃんここに。痛い、お前私に当てたな。だってマリサが前に出てくるから。危ない危ない。まさかの仲間にやられるところだったぜ。あ、ガストは倒しておいたよ。お、ヨウムナイス、これで安全に行けるかな。とりあえず近くに敵はいなさそうだな。今見た感じだとそこまでネザーは変わっていなさそうだね。ネザーアプデ前の状態と同じような感じだね。あれ、もうバンバン見えるね。じゃあネザー的にもここは高い位置なのか。うん、っていうか後ろになんかある。え、何かあった？黒いブロックで形成されたバイオームがある。え、しかもなんか見たことない生物もいる。一体そこは何だろうな。うわぁ、
なんか不気味なバイオームだね。あ、そいつマグマに落ちた。でもやられないね。ひょっとしたらマグマの耐性があるのかもしれないね。ネザーの敵とかって大体耐性があるもんね。どうするか、これ、どの方向に探索するか。一旦、ここは置いて。もう少し周囲を見てみる。お、了解だぜ。うん、何かあそこにいないか。ゾンビピッグマンじゃなさそうだね。そういえばゾンビピッグマンもゾンビピグリンってモブに変わったそうだね。そうなんだ。ってこいつ攻撃体制に入った。大丈夫か霊夢。ふう、一体何だったんだ。金防具と剣を持っていた新しい敵のようだったけど。興味本位で近づいたら向こうやる気満々なんだもん。剣を振り上げて向かってきたよな。ちょっとあの敵には警戒していかないとダメだな。あ、この下にも同じやついるね。しかも今度は棒眼持ちだよ。棒眼持ちのタイプもいるのか。近距離遠距離どちらも兼ね備えているなんて最強では。どうするか。わからないことが結構あるから一旦調べてみるか。それはありだね。よし、じゃあ歩く息のマリサさんお願いします。お前私に変なあだ名つけすぎじゃないか。それでは教えてマリサ先生のコーナーです。なんか新コーナーができたな。これから恒例のシリーズになっていくんでしょ。わからないことができ次第このコーナーが入ります。まあ私もグーグル先生に教えてもらったことをお前らに伝えるだけなんだけどな。まず霊夢がさっき襲われかけたモブのことだが、あれはピグリンというらしいぞ。ピグリン、ゾンビピグリンとは違うの。要はあれだな、さっきのやつがゾンビ化したのがゾンビピグリンってことなんだろう。なるほどね。そんでその前に見たモブ、なんか横から毛のようなものが生えている生物が、ストライダーというらしい。ストライダー。中立のモブらしいな、サドルをつければ乗ることができるらしいぞ。なるほどね、移動が楽になったりするのかな。あいつマグマに耐性があったじゃん、乗ることによってマグマの上を移動できるらしい。マグマが多いネザーにとってはかなり便利になりそうだね。あとバイオームについてだが、4種類のバイオームが追加されたらしいな。今私たちがいるこのバイオームもその一つってこと。そうだな、ここはゲンブガンデルタという場所らしいぞ。ゲンブガンデルタ、めっちゃかっこいい名前だ。バイオームの特徴としてはマグマキューブが多くスポーンしているらしい。確かにマグマキューブの数が多い気がする。とりあえずこんなもんかな。残り3つのバイオームは見つけた時に言うぜ。うおお、ネザーが面白くなってきた。新要素だらけで冒険のやりがいがあるね。新要素といってもアプデ入ってからだいぶ経っているけどな。マグマ怖いな。全部埋めていたら時間かかるから気をつけていかないと。あれ、なんかこっち側雰囲気違くない？うん、もしかして違うバイオームか。なんかところどころに青い光が見えるよね。これはゲンブガンデルタとは違う気がする。ここはソウルサンドの谷だな。ソウルサンドの谷？普通にスケルトンがたくさんいる。ソウルサンドって動作が遅くなるからスケルトンの弓矢はかなり強く感じる。まあソウルサンドの谷っていうくらいだから辺り一面ソウルサンドなんだよな。あの青い火はソウルサンドに火をつければ勝手に青くなるってことなのかな。そうだな、ソウルサンドに火をつければ自動的に青くなるらしいな。しかもその火は永久的に消えないらしいぞ。おお、なんか装飾とかに使ったら面白そうだね。しかも炎症する危険もないらしいからな。え、それってめっちゃ便利じゃない？だけど青い炎から受けるダメージは通常の炎の2倍あるらしいから、扱いには気をつけないといけないってことだな。相変わらずこのバイオームにはガストがたくさんいるんだね。このバイオームには特別なモブとかはいなさそうだね。あ、あそこに白い何かがあるな。本当だね、あれは何でしょ。降りて見に行ってこいよ。わかった、行ってくる。マジかよ、冗談だぞ今の。こういうところは勢いが全てなんですよ。結構ダメージ食らったけどな。戻るとき大変そうだけどね。絶対階段とか作って降りてきた方が良かったじゃねえか。そんでこれは何なんでしょ。これはソウルサンドの谷に生成される骨の化石らしいな。ほうほう、珍しいものだから全部持っていこう。ちなみにこの骨は何か使えるの？それに関してはよくわからないな。ちゃんと調べてこいよこの野郎。なんだ、じゃあお前が調べろよ。これはあれだね、ソウルサンドの谷の戦いが始まるな。歴史の教科書に刻まれる戦いが始まる。こんな戦い刻まれてたまるかよ。あれ、そっちはもう違うバイオームじゃない？割と一つ一つのバイオームが小さいね。そうだね、あんまり歩いていないけどもう新しいバイオームだもんね。じゃあお願いします。結局私が説明するのかよ。お願いします。これは真紅の森っていうバイオームらしいな。通常世界にない木材があるね。これは絶対に持ち帰りたいね。赤みがかかったような色なんだよな。建築とかに使用するなら使いどころを選ぶよね。さて、真紅の森に来たことなので、用務にいつものやつお願いしていいかな。いつものやつ？なんだそれ。仕方ないな。やってあげるよ。次回に続く。いや終わりの挨拶会。